じゃあまだ間に合うよね。ああ、このリフトで上がればあの生意気なガキがいるはずだ。人間の概念でいう神が住む場所、混沌か。人間が想像する魔物が生まれた場所、災いか。神と魔が存在する空間、それは人にとっては遠くて近い世界、聖門地。古と現代、歴史と流行が交わる街、雑多で喧騒。それゆえに活気が満ち溢れ、神と魔が集う地。長い時の流れにより異なる次元のエネルギーが集まり、不安定な空間を形成される。この予測不可能な次元空間こそ、災い界、人間界、混沌界に通じる道の一つ。このことに手を焼いた混沌界は、積極的にこの空間に干渉するように取り残す、いわゆる大曲がりという感覚で、エネルギーを混乱し、魔物と人間が誤ってそこに迷い込むことも。混沌界はこの次元を幽仙町、そう名付けた。有象無象をも誘い込むこの幽仙町の地に、一人の少女が立つ。やがて少女は次元の壁をも砕き、いくつかの物語を紡ぎ出すだろう。今ここに最初の冒険譚開幕。勇者また乗り過ごしたのかな。まったく、いつも遅れてくるんだから。もしもし、ユモ、今どこ？どこにいるの？それはこっちのセリフだよ。お腹空いたから唐揚げ買ってたの。6番出口の右斜め前のお店だよ。6番出口で待ち合わせって言ってたよね。はあ、仕方ないからそこで待ってて。僕がそっちに行くから。早く合流しなきゃ。おお、迷わずに着くとはさすが地元の人。あ、唐揚げ食べる？地元とか関係ないし、誰もが自分と同じ方向音痴だと思わないの？これからスイーツ食べに行くのに唐揚げ買ってどうするの？大丈夫、甘いものは別腹だから。ほら、ついてきて。お店の位置はちゃんと調べたから。
いはい。新しいお店は僕も詳しくないから勇者が案内してよ。あれ、お店ここじゃなかったのかな。どこかに引っ越したのかな。ここだったような、ここじゃないような。あ、ここじゃなかったかも。最初のお店は向こう側かな。そのまるでお店をはしごするような発言は。って勝手に遠くに行かないの。勇者？もう食べ物のことだと足が早いんだから。あ、道間違えちゃったかも。こっちの方向だったかな。あれあれ、行き止まりだ。もうさっき迷子になったばっかりなのに、まったく。え、ゆもさっきこんな道通ったかな。ここなんか嫌な感じがする。まずは人通りの多いところに戻ろう。こっちがダメならわからないかも。さっきまでこんなのなかったよね。どうなってるの。あれ、周りの人が減ってきたような。やだ、予約の時間に遅れちゃう。おかしいな、ここって6番出口だよね。ユーモ、待って待って、歩くの早いよ。あ、ごめんごめん。でも、なんでここ誰もいないの？あれ？駅の名前も変わってない？勇者、ちょっとここで待ってて。やだ、一人にしないで。心配しないで、すぐ戻ってくるから。優先長？正門長じゃないの？勇者、どうしたの？なにこれ。何？ここに人が？よし、この嬢ちゃんは大丈夫そうだな。こっちのポニーテールは危険だ。嬢ちゃん、起きろ。え、チンピラ？悪かったな、人相悪くて。嬢ちゃん、少し辛抱するんだ。今すぐ治療してやるから。治療？力がみなぎってくる。この感じだんだん強くなってる。ちょ、待て待て、一体どういうことなんだ。え、おじさんどうしちゃったの。そんな可愛くなっちゃって。これはまずいな。うわー、何あれ、なんであんなにたくさん。ジョーちゃん、少しはやれるのか。え、やれるって私が？テレビで格闘技の試合を見たことがあるくらいで。これでいける？いいからやってみろ。
まさかうまくいくとは思わなかったが、それと推測が正しければ俺の力がお前に移ってしまったようだ。え、そんな自信がない状態で僕を消しかけたっていうの？あー、いや自信がなかったわけじゃないが、しかしテレビを見ただけでこんな身のこなしができるのか。僕も驚いたよ。どんな動きでもできそうな気がして、テレビを見てた甲斐があったかも。いいよ、また災いに囲まれているぞ。気を抜かずに応戦するんだ。店長。店長？女の人の声？店長、俺はこんな姿になっちまった。ジョーちゃんだけじゃ無理だ。彼女はお前の力を吸収できたんだ。逆に力を戻すこともできるさ。そこの少女、物覚えは良い方か？戦うとき、こいつがあんたを助けた姿を思い浮かべるんだ。おじさんが僕を助けた姿。うん、チンピラっぽい。だから、ってもういい。敵が寄ってきた。行くぞ。なりそうだ。おじさんって強いね。僕が出る幕なかったかも。やっぱりあの筋の人だから。だから俺にはリーオーって名前がある。ごめんごめん。それより早くユシャを病院に連れて行かないと。ジョーちゃん。おう、僕の名前はヤン・ユモだよ。ユモでいいよ。ユモ。友達が心配な気持ちはわかる。だがこのチビたちに襲われたら冗談じゃ済まない。今は自分の身を守ることに集中しろ。こいつらを片付けたらお前さんたちのことは俺が何とかする。うん、おじさんの言う通りだね。勇者のために僕はここで倒れるわけにはいかないんだ。しかしお前さんたち名前が似てるな。姉妹か？ああ、それよく言われるけど、僕たちはただの仲がいい親友だよ。親友か。気に入ったぞ。もう一踏ん張りだ。そしてあのジョーちゃんと一緒にここを出るんだ。オッケー、速攻で片付けよう。なさそうだが、気を失ったままなのが心配だな。確か近くに病院があったはず。早く連れて行こう。ここは優先帳だ。たとえ行っても誰もいないさ。あそこ優先帳、
正門長がどうしてこんなに？他の人はどこにいたの？落ち着け。簡単に言うと、ここは正門長のようで正門長じゃない場所だ。その説明、分かったような分からないような。でもおじさんなら僕を助けてくれたように、勇者も何とか助けられるよね。さっきと同じ方法は多分無理だ。だが俺についてくるんだ。何とかできそうなやつを知っている。店長、店長、女の子が優先帳に侵入して災いから攻撃を受けたんだ。まったく騒ぐんじゃないよ。監視システムで状況は把握できてる。大した怪我ではなさそうだ。しばらくしたら目を覚ますだろうね。ああ、よかった。無事でよかったな。ヤンユモちゃんだったね。今日起きたことは内緒にしておいてくれるかい？わかりました。僕も早く忘れてしまいたい。でもどうして僕の名前を？え、さっきの女の人の声？なんで僕は熊の置物と話してるの？ああ、あの熊の置物がここの店長なんだ。ここ正門町の土地神なんだが、訳あって今はあの姿なんだ。え、おじさんはコンビニの店員なの？てっきりチンピラだと。嬢ちゃんに言ったはずなんだが。まあいい、人相が悪いのはしょうがない。話を戻すが店長、普通の人間が優先帳に迷い込んでしまった。やはり封印の石碑が破壊された影響が大きいのか。この子は普通の人間なんかじゃないさ。じゃなきゃなぜそんななりをしてるんだい？店長さん、お人形さん、僕はどうしたらいいんですか？髪の毛もこんなに燃えちゃって、どうやって家に帰ればいいんですか？慌てるんじゃない、仕方ない。応急処置にしかならないけどね。さあ、このペンダントをつけてごらん。元に戻れるはずだ。つけただけで元に戻れるの？マルチ商法じゃないよね？おい、とりあえずつけてみろよ。元に戻った。勇者嬢ちゃんは中庭で休ませてるよ。心配なら見に行きな。しかし、そのペンダント、ユモにお似合いだよ。勇者を一人にできないよ。それに店長さんから事情を聞かないと。勇者、ぐっすり眠ってるみたい。本当に無事でよかった。ごめん、僕がちゃんとしていればこんなことにならなかったのに。ああ、なんとか元の姿に戻れた。さっきのあの小さい姿は一体何なんだ？崑崙人のエネルギーが吸収されたんだ。ただ、コア形態になるとは、実に珍しいことだ。崑崙人？ああ、そこのチンピラはリーオー。簡単に言えば、
そいつと私は異世界から来た。神と言ってもそんな偉大なもんじゃないぞ。元はただの石でできた獅子なんだからな。そうだね。小さなお嬢ちゃんに力を吸収され、自分で元に戻ることもできないやつなんだからね。さっきもおかしなことがあったり、異世界なんて聞いても僕も驚かないよ。でも勇者が目覚めたら僕たちは家に帰るから。何も言わないから、僕たちを殺さないで。お前さ、一体土地神を何だと思ってるんだ。冗談だよ。おじさんは危険も顧みずに僕たちを助けてくれた。いい人だと思ってる。でもきっと内情は知られたくないだろうし、聞いてもトラブルに巻き込まれるだけな気がする。僕は面倒事は嫌なの。それに勇者は優等生だし、友達を変なことに巻き込みたくないよ。安心しな。土地神はこの土地の住民を守る神だ。危害を加えたりはしないさ。でもまあ確かにそれを持っていればトラブルに巻き込まれることにはなるだろうね。なら返しておくれ。これはお返しします。また戻った。こんな便利なもの、そうめったにないよ。今だけお値打ち価格50万元だ。店長、このなりでどうやって仕事をしろって言うんだ。それに高校生にそんな大金あるわけないだろう。僕は500元ですら厳しいのに、どうやって50万を。親になんて言えば。どうしたものかね。ユモも面倒事は嫌いだとすると。店長さん、言いたいことがあるならはっきり言ってください。ユモは人の気持ちがわかるようだね。さっきの戦いで気づいたんじゃないかい、自分の強い力に。よかったらその力を私たちに貸してくれないかい。店長、ジョーちゃん、俺からも頼む。妖魔からこの世界を守るためにはお前さんの力が必要なんだ。わかりました。ただより高いものはないって言うし。よし、これで契約成立だ。ペンダントを預かったんだっけ。条件はこの夏休み中にリーオおじさんが元に戻る方法を探し出すこと。このペンダントがこんなに高いなんて思いもしなかった。でも店長はバイト代で借金を返せばいいと約束してくれた。バイトの内容は勇者に怪我をさせた妖怪を倒すこと、それにコンビニの手伝いをすること。人生初のバイトがこんな厄介なことになるなんて。本当に大丈夫？無理してない？昨日気を失って倒れたばかりなんだから。もう大丈夫だよ。リーオおじさんも手当てしてくれたし、やっぱり空腹で出かけるのはダメだね。うん、血糖値が下がると危ないからね。具合が悪くなったらすぐに電話してね。わかったってば。私先に何か食べてから補習に行くから、ユモこそバイト初日頑張ってね。うん、今日からバイトなんだよね。じゃあ電話切るね。それ
それじゃ早速コンビニに向かおう。今日は品出しと前出しから始めようか。え、品出し前出し。心配するんじゃないよ。普通のコンビニと似たようなものだから、先に制服に着替えてきな。結構可愛い制服かも。あ、でも前出しって一体。つべこべ言わずにとっととやる。品出しは俺が手伝おう。段ボールで手を切らないよう注意するんだぞ。前にテレビ CM で見たチョコバーだ。美味しそう。へえ、意外に品揃えがいいかも。すみません、お会計お願いします。何ちんたらしてるんだい。レジはリーオおじさん担当じゃないの。よし、交代の子が来たからユモは休憩に行きな。さて、コンビニの仕事はここまでだ。目がチカチカする。コンビニ店員大変だ。若者はもうギブアップかい。これからが本題なんだが。リオ、少し休憩したら優先長まで連れて行って力に慣れさせるんだ。そんなに急ぐことか。何か大問題を引き起こす前に早くあんたたちを元に戻す方法を見つけないとな。こんな特殊な例、私も初めてだからな。実践でデータを集めた方が効率がいい。特殊？ユモの妙な吸収能力のことだよ。元に戻りたかったらさっさと行きな。おお、行ったらこの体が早く治ったりします？そうさ、入り口は後で位置情報を転送するよ。ほらほら。了解。それじゃあ行ってきます。店長、それは得意点の力のことだろう。これが崑崙の上層部に知られたら。心配しなさんな。あんたたちが早く元に戻ればいいだけのこと。
よし、この次元の亀裂が入り口だ。次元の亀裂？僕とユシャが入った時はこんなのを見かけなかったよ。普通の人間は見えないさ。今のお前さんはもう普通じゃ。すまん。おじさん気にしないで。もし助けてくれなかったら僕たちとっくに死んでたんだから。ほら行こう。おい待て、まだ入るな。人間が生身で次元の亀裂に入るのは実は危ないことなんだぞ。先ほど店長から龍脈石のかけらをもらった。これがあれば少しは身を守れる。今回は特別サービスだよ。次からは自分で探しな。幸い優先町では龍脈石のかけらはそんなに珍しくないからな。なんか面倒だよ。ま、ユモが引き肉になったり異次元漂流のリスクを天秤にかけても探したくないなら無理はしないけどね。できるだけたくさん見つけられるよう僕頑張るよ。それじゃ出発するぞ。本当にここに戻ってきちゃった。やっぱり正門町に似てる。そうだな、正門町と表裏一体みたいなもんだからな。厳密にはただの似ている異次元とも言えるが。異次元か。自分で体験したとはいえやっぱり夢みたい。おじさんはここでガードマンみたいなことをしてるの？僕みたいな侵入者を追い出す。まあ似たようなものさ。あと正門町に入り込もうとする奴らを片付けるのも俺の仕事だな。奴らっておじさんと店長が言ってた災いだっけ？見た目は可愛いのに。あの見た目だからって油断するんじゃないぞ。あいつらはどんな生物でも襲うからな。それに災いの数が増えると次元の亀裂が発生しやすい。放っておくと正門長が大変なことになるから奴らに手加減は無用だ。了解。なんだか責任重大だね。あ、それから店長って陶器？崑崙人はみんなあんな姿をしてるの？ああ、言いたいのはつまりそのただの陶器の置物にしか見えなくて。それか。そこは少し訳ありでな。深い事情があってあの姿でいるんだ。まあそこは後から本人に聞いてみるんだ。仕事を始めるぞ。災いが集まっている場所に印をつけておいた。そこに向かうんだ。はい。食いしばれ！倒れろ！こんなもんか？よろしく！
食いしばれ。こんなもんか。どうだ、なんとかいけるか。大丈夫、災いって想像してたほど手強くないかも。よし、その調子で先に行こう。おっと、ついつい言い忘れてた。さっきのように災いはよく待ち伏せたりするから気をつけるんだよ。店長、いいから黙ってな。義母、前方の災い壁が見えるか。災い壁？あの尖っている物体が？あれは災いが吐き出した結晶体の集まりだ。道を塞いでるから俺たちは災い壁と呼んでる。あちこち道を塞いでて邪魔だが、俺の攻撃で壊せるから試してみな。次の敵が来るぞ。食いしばれ。悪くないぞ。食いしばれ。数は十分に減ったか。完了だ。
最後の一服。